はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ででん、やばい機械入手しました。なんと20分当たるだけで30キロ走ったことになります。うわー、バリやべえ。たったの20分で30キロですよ。30キロランニングしたことになります。バリ脂肪燃焼効果高いです。でもこれ毎日浴びちゃうと多分タートルバリバリになっちゃうんで、毎日浴びないようにたまに浴びようと思うんですけども、ちょっとねこれ操作見ていきましょう。はい、いきます。まずですね、この辺はもう電気のね、熱の高さかな。で、この辺はね、で、ここからビーとなってきてまして、ここにまあ蓋があるんですけども、この蓋をパカッと開けると、網が入ってまして、この網をまたさらに開けるとですね、このように棒が2本入ってます。で、この棒はね、カーボンなんですけども、カーボンってすごい熱をね、発するんですよ。だいたい3000度ぐらい熱発するんですけども、やっぱりね、世の中で一番熱を持つものって言われてて、でこのカーボンを今からやってみましょう。この近づけてですね、こうやってビーって近づけたら、ここでこのように電気をね発します。でこの電気を発して、これに危ないんでね、こう蓋しますね。蓋をして、この光をねこうやって浴びると、それだけで体の芯から温まってですね、脂肪燃焼効果が高いと言われております。でこれを今、光がね、これ丸が大きいので、これを閉じてね、光を小さくして直にね光をこう浴びる形になります。これがねすごいね、ストーブと違って表面は暖かくないんだけど、体のね芯がね温まってくる感じします。もう太陽光に近い光ですんで。で今度ちょっと続きをねいきましょう。ということで、これね光顕灯っていう機械なんですけども、よくね昔から新生児、ちっちゃい赤ちゃんとかが、例えば黄疸があるっていうね、まあ黄疸って言ったら肝臓のね機能がちょっと悪い状態の場合、目の色とか肌の色がちょっと黄色っぽくねなってきた状態の子を黄疸って言うんですけども、その黄疸の治療とかに、赤ちゃんの状態からこの光線治療、光を当てて体の芯にね熱を加えて、自然治癒力を高めて体を元気に治していくっていう、まあこの光顕灯って機械なんですけども、この機械がね、まあとってもね、何にしてもいいって言われてまして、例えば傷口とか、あとは骨折とか関節痛とか、どこにね、例えば僕ら、まあ、タートル腰が痛いんで、まあ、腰に当てたいなと思ってたのもあるんですけども、あとは肝臓とかね、お酒飲む人は肝臓の部分に光を当てると、まあ、肝臓の機能が良くなると。あとはね、まあこれは本当かわかんないですけど、もうがんをも治す、がん患者の方にもうこの光を体に当てると自然治癒力高まって治ったっていう、まあ症例もね実際出てます。なのでね、まあ肩こりとかね、いろんな分にいいんですけども、実際ヤフオクとかで見たら割と5万以下ぐらいで売ってて、実際新品買っちゃうと15万ぐらいします。でもヤフオクでやっぱり買ったら結構使ってなくて綺麗なやつがねまだ出てるんで、もし体の不調がある人はね、まあこれ買ってみたらいいんじゃないのかなと。でまあ実際のところ体の芯を温めてくれるんで、まあ20分ぐらいね当たるだけで、まあ30分ランニングをしたことになるという脂肪燃焼効果もまあ出てました。結構ね本当に面白いなと思って、実際まあ、ちょっと話長くなるんですけども、太陽光っていうのはもう必ず浴びないといけなくって、もちろん植物も動物も人間もみんなね、この自然光を当たって体が元気になってます。まあ体内時計とかもね、やっぱり太陽朝浴びるから、太陽が沈んだら体がゆっくり休まってきて、まあ、体を寝かすと休ますというふうに、まあ、太陽必ずね浴びなきゃいけないんだけど、まあ、現代人ってやっぱりデスクワークとかね、まあ、タートルみたいに室内で仕事する人は意外と太陽浴びなくって、やっぱり体内時計狂うとか夜眠くならないとか、あとはね体がやっぱり温まらない、冷えるとかね、ああいった場合も太陽光って必ず浴びないといけないんだけど、まあこれね、太陽の光ほどではいかないんだけど、太陽が3万ルクスっていう明るさでして、でこれ光顕灯は1万ルクス、意外とねこれ光顕灯の明るさって、まあ、太陽の3分の1になるんですけども、まあ、あんなでかいね、めちゃめちゃ離れた太陽の3分の1の光出すってすごいですよ。本当にめちゃめちゃすごい。あらら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 。で実際照明とかはね1000ルクスって言って、もうほとんど光じゃない、まあ、明るいけどね。てか本当にその光顕灯ってね、すごいね、自然治癒力を高めて未知なる力があるので、ちょっとね、タートル試してみようかなと。腰痛いんで当ててみようかなと思って、まあ入手しました。で、実際脂肪燃焼効果もあるっていうし、まあ冷え性の女性とかね、
やっぱり太ももにお肉つきやすい人とか、もう足首がなくてブヨブヨしてる人とか、ああいった人もね、間違いなくこれはね、効くと思います。まあ、効くって言ったらちょっとあれかな、薬事法引っかかっちゃうかな。まあ、売ってる人間じゃないから別にいいんだと思うんだけど、これね、すごい、芯がね、すっごい温まるんで、まあ、これ、実際ね、カーボンスティック2本使うんだけど、まあ、1本ね、250円ぐらいで売ってて、その2本を、例えば赤外線と可視光線とかね、2本別々のカーボンでこう光を起こして、その発熱した光で体を温めるという機械です。まあ、もし興味ある方はね、ヤフオクで、高検灯って調べてみてください。まあ、いくつか機械出てきますんで、実際調べたら、昭和49年ぐらいに出たもんで、今ね、3号機ぐらいまで出てるみたいです。で結構ね、今新品も全然出てるし、まあ、使ってないおばあちゃんとかがね、多分誰かにあげたりとか、それを売ってる人がいるのかな、思うんだけど、割とね、安く入手できちゃうんで、よかったら皆さん、この貢献とタートルみたいにやってみてください。もし元気になってきたらまた、それを動画にアップしようと思います。で、腰を少しね、まだ痛いんで、腰を早く直して筋トレ動画を上げようと思ってますんで、これからもどうぞよろしくお願いします。